はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルですね。強化フリートでやっていくんですけれども、野手でちょっとイベントデッキ系はこの画面で見た方が分かりやすいかなと思って、この画面から見ていきます。で、今回ですね、チケットで手に入れたんですけれども、この東くんですね、東くんなんか強くねってちょっと思ってやっていきたいと思います。野手でやると総力上限アップ2の肩上限アップ2がついて、で、金徳が独身術なんですよね。やっぱパワチャレ用に独身術は欲しいんで、あ、東くんいいじゃん、しかもバウンサーっていうね、得意練習2種類も持ってるし、ただタックがそこまで強くはないのかな。タックボーナスが50とかなんで、あとね、レベルが上がれば練習効果アップ20とか精神ボーナス12とか乗ったりはするんですけれども、ちょっともう自分は上げられないと思うんで、基本的にもうプラスにはできないと思ってデッキの編成を組んでるんで、みんなもう素ですね。35とか35とかっていう感じです。で、あとそう、六本木くんのね、新バージョンも手に入れたので、今回は2類種で、やっていきたいと思います。で、助っ人枠にバウンサーの彼女の、しかもオート枠っていうのがあるので、この人ですね。これなんていうの、本若ちゃん借りてます。で、牛若丸が被っちゃうんで、上の切磋琢磨と電光石火の方ですね、こちらを選んでやっていきたいと思います。で、前が4人いるんで、やっぱり招き猫は持っていかないといけないかなということで、アイテムとか全然持ってないからね。だから招き猫と、カロリーバーがちょっとそこそこあるんで、カロリーバーを持っていきましょう。では始めます。最初はね、出航しかできないので、出航して紫と緑が一応アップしているところがいいんだけど、これ考古ってどこいんだろうね。ダンジョンが筋力いっぱいもらえるな。エジプトはちょっと一回ダンジョンに行って混合連合を目指していきますか。基本的には船積みタックで経験点を稼いでいくんで、もちろんね、目的地到着の経験点もでかいんですけれども、最優先は船積みタックで、さらに経験点が偏っちゃうんで、そこだけは気をつけていかないとね。経験点だけに縛られるとめちゃくちゃ余るはずなんで、バランスよく稼いでいきましょう。さあ、そこがちょっとってテレビの音量がでけえな。で、船積みタックが来てて勝ったでしょ。もう800とか、もうこれで1000だからね、いかれてるよね本当に。で、技術はまあまあ稼げて、ちょっと練習の回数増やしたいんで、てか技術稼いでおきたいから、ここで、あ、守備いいね、来てるね。一応全部見る。これだな。そう、タックは高校専門の人たちと普通にタック組めるんで、でも最初の方はやっぱり評価芸、自キャラとねタック組むのも重要なんで、とは言いつつ結果率 4% やろう。打撃も一回やってきてえな。で、お手伝いさんは分からん、適当に盗塁アシストか、いいや。一応出航ができるのか、見よう。肩、いや異常だな。合わせちゃんと守くんの評価が上げられるのか、結構美味しいは美味しいな。須藤の合同練習もあんのか。六本木の評価も上げたいといえば上げたい。で、ここで7か、7だったら77でいけるのか。ちょっともう早速1個使っちゃおう。出航見て、ちょっと先に出航見るべきだったな。まだ大丈夫、メカニックスはもうなくなってもいいや。ちょっと1回打撃やろう。
ぱ先のことも考えないとね。ダイバーに必要なもの、そんなものわからん。判断力だ。体力が下がった。まあいいや、一応見るだけ見る。まあもうオーバーしちゃうからね。で混合連合に行って、ここだから2種類練習が多いんだよね。肩持ってね。いや、そういえばそこら辺もちゃんと合わせなきゃいけないな。でダブルでもらって、速攻ももらって、かつ彼女ボーナス来て、まあ、やっぱこれもでかいよな。でちょっと能力アップで、今のところ筋力が少し足りなめ、まだ最初だけどね。で速攻、盗塁アシスト、下から行こう。プレッシャーラン、ムード、まあいつもの軽いやつですね。ホーム突入とヘッスラ代打、悪球打ち、50くらいで取れるやつだよね、ポイントが。これは潰しておいて、でコツが来てる、クリっていうのかな。彼女評価もまあ上げたいっちゃ上げたいんだよな。これ2人いけるか。まあ、評価上げは重要だし、愛、愛型もいいな、これ。監督評価も上げないといけないからね、多少。評価上げるとか言って、守る君の評価下げてるし。お、2人いるね、いいね。これめちゃくちゃ形が難しいな。確か形が難しい方が経験点をもらえるという、そんな情報があった気がします。これはお願いします、師匠。積極守備で、さらにやって、やっぱりもう一種類欲しいよね、色的に。でここだけか、3種類は。どうしよう、なんかもういいや、ちょっと速攻でいっちゃおう。どこがいけるんだ。波動、エジプト、マントル、先を見据えて。いや、なんだかちょっと微妙だな。天空中央は、闘争はいいじゃん。闘争めちゃくちゃよくね。俺打撃の人たち結構いるからね。碇守君と六本木、ここはもうちょっともう先に行っちゃう系でいいでしょう。早急か、77くれる、全経験点。これ最後にくれるやつがよくわかんないんだよね、どう対応してんのか。粘り打ち、体幹を鍛えよう。このキャラの立ち位置がよくわかんねえかな。まあ、早急3あれば2取っちゃっていいでしょう。で粘りも1で取って、やっぱね1000超えられるのっていいよね、だいぶね余裕がある、経験点さばくのに。で一応タックが来てて、彼女評価が全くだな。ちょっとこれくらいだったら1回彼女評価上げたい。1回じゃ足りないからね、それ。構わない、怒りの評価が下がっていく。で怒りの評価六本木も上げられるか。あー、ここ彼女評価上げられるし、宮田くんとかいうのがいいな。ただし T か、 T の8はなかなか形として難しいぞ。で海賊団がもう現れたか。でこれ筋トレして進めて、全然船積みタックが来ないな。船積みタックが来ないけど、まあしょうがないですね。8か。最悪ここももうささっとどっか行っちゃうのありだよな。でアーティスト、でアーティストは碇守君のイベントがあるんだけど、割とパワーヒッター取れるんだよな。まだ1回も進んでないよね。出航しよう。
ブレインマッスル、エビル、まエビルも悪くないか。あれ赤が足んねえそうだ赤やんねえといけねえんだ。赤とか無理だ。じゃあちょっとマントルでいいや。赤やっぱりもう最初の方にやっとくのありだな。行きたいところに行けなくなる。よし経験でボーナスもらって、気分屋とかマジでいらん。これでちょっと経験点揃えていこう。代表のユニフォームこれ幅引くれんだよね。これ上守備職人3000までしかたまんないんで、まあ、アーチスト取っちゃおう。たときたつ守備職人、気分屋はちょっとさすがにだよね。で基本能力を揃えていくか。筋力が足んなそうだな。一旦 C くらいまでいくか。で敏捷も使って肩も上げて62になっちゃった。いいや、うまくストップできない。はい、でタック見てハッチ、あーこれは585とかめちゃくちゃでかいけど、同衛がいるのか。美味しいな。ここだな、経験点に目がくらむ。内野安打を赤やっとかないと。赤ちょっと出向先見よう。ちゃんとうわ赤いっぱいある。赤9とかマジですか。ちょうど肩がきてんな。5分、これさもう次できなくないか。打球伸び、赤9だよね。ちょっとアップロード4個。でこれは一番上もう連打してれば大丈夫。ホーム死守、俺基本的にポジションに関係ないの取りたくない派なんで、こういうのが来ちゃうのはねしょうがないんですよね。置いとく。打球伸び結構重いけど1か128か、経験点めちゃくちゃあるからいいや。もう1でガンガン取っていこう。さてそうするとオーバーしてんな。ここ結構おいしいけどな。1ってどれくらいもらえるんだろう経験点。黒へ、もう12月だからね。必死に運び込もう。終わった最悪なんだけど一応いけんな。ラブパワーでなんとかしたい。ここマジでこれどうすんのよ。サボり癖とかマジ最悪だよね。アスレテースめちゃくちゃ緑だなここ。でも得意練習がめっちゃあれだな、ばらけてる。なんかどっかでサボり癖取れねえかな。アスレテースコーナース敏捷、もう分かんねえ誰がどの経験ってくれてんだか分からん。海賊船ボーナスめちゃくちゃでかいよね。最後に補正がかかるからね。これどうしよう。カレーうどん、あカレーうどんって体力回復？回復した。敏捷をさばきますか。とりあえずこのくらい。ちょっと一回見る。カイルがいたな。いけ！六本木。ちょっとやめておいて。楽しく過ごしてなんとかなんないのか。いやここ難しいぞ。あしまった999マックスになってた。
2,300 ちょっと無駄しちゃったかな。これなんかモテモテになりたい。緑しかないんだけど、完全緑だな。3000で溢れてしまった。パワー上げていくか。はい、肩上げていこう。守備上げて、技術が、技術精神が少し足りてない。ミートだって上げちゃうとだいぶ技術減るもんね。一応3まで来たか。いや、ここ一色っていうのが厳しいよな。ちょっと出庫見ないと。5か、ダンジョンが5、エビルも悪くはないんだよな。逃走にまた行けんなこれ。ちょっと待って、もうサボり癖を受けん、もう通院しちゃおう。まあまあしょうがない。で一応見よう、ちゃんとどうなの、やっておいた方がいいのか。いやすげえ、ちょっと経験点でも筋力あふれてるかな。てかまだいけねえし、2色入れる必要があるかどうか。だったら普通に経験点を稼いだ方が良さそうな気がするんだけど、どうでしょうか。船積みで別に、あ、減るのか。やろう。半分を止める。でちょっと見るは見る。うわ、また守備だ。ちょっとここおさばたしよう。で海賊いないけど、いや逃走、ちょうど海賊いなくてよかったわ。で目的地到着して、もうここはちょっと一周しかやってないんで、レベルが上がるだけ。全経験点もらえた。彼女ボーナスは3色ないと無理なんで。これってなんかさ、基礎能力上げておいた方がいいのって思ったけど、もう S だからいいや。精神と技術だよね、やっぱりこれしかない。L 型でプラス67、赤か、赤6、ちょっと見る。シラスが7か。いや、じゃあいいや、今回赤気にしなくていいや。ちょっとやっぱ技術欲しいから、ゴードレッジもあるし、劇場、現代劇で普通のタック。キリルがいるな。キリルは総力か。8、6、メンタルタックが対して、あ、怒り守くんまだあれじゃん、評価上がってねえじゃん。2月の1周にもなって意外性。これはいいや。ちょっと黄色なるべく増やしたいからね。で66か。もう溢れてるこれ。キリル、あー、もうしょうがないこれは。でまあやめときでしょう。技術欲しいから、ちょっと彼女恩恵が全然手に入んないな。66かこれ。ちょっとここは恩恵用で。一応見よう、どういうタックが来てるか。やっぱ船積みが来ないとね。じゃあ出航しちゃいましょう。でバンプに行って、花丸ってなんか一人減ってるけど誰、東くんって花丸なのかな。まあ、減ってるところはちょっとやっぱりあれだよね、微妙だよね。行く価値がない。
ちょっとバンプを目指して、196、セカンドイブシギ、300からの彼女ボーナス。だいぶ稼いだな、ここで。技術を。で、ハゲタカ。よし、チームメイト評価。今はでかい。だいぶ技術持ち直してきたけど、走塁取ろう。今度、精神か。固め。意外。イブシギン5になってるし。忘れるよね。一層も取っちゃっていいや。ここ、セカンド。で、船積み。筋力。いいね。敏捷がめっちゃ来てるわ。ちょっと出航状態を見よう。金剛に行くのは肩が2人か。肩2人ってなると打撃2人のところに行きたいんだよな。あと守備がある。あ、守備あるのか。まあ、筋力もあるからね。ただまあ経験点を最優先にして、精神も稼げたから多少ね。練習したいからもう大丈夫っしょ。下がっても告白ようやく来た。覚えています。何を。何も覚えてない。全然知らん。あれ、パワーもう完全になったか。じゃ総力やってミートも上げて守備力上げて補給、やっぱり微妙だな。これでまた精神使うからね。技術精神か今の課題は。ってなると怪我しにくさは直取りしちゃおう。まあ、階段に使えばいいっちゃいいから。でメンタルをやっぱり欲しいよね。77メンタル欲しいけど敏捷もう良くないか。出航でそうだよね。7メンタルちょっと回収してこい今のうちに。自動デートマジでありがたい。これでそこからさらに来てるか。いやー内藤さんがいるね。てか貝塚とかも全然上げてねえな。今2色しかないから3色はでも欲しいんだよな。いや敏捷いる。これ次も3回目でしょ。どうしよう。ちょっと一旦これやってみよう。4でどれくらい回収できるかだよね。全経験でこれ近いよね。でちょうど何にも来てないから出航しよう。で金剛に行ってなんか溢れる。いやでも金剛って筋力めちゃくちゃ取れる系だったよね。新アーチスト取って精神回収したいんだよな。マントル売り値4。この先、あ、また逃走があるのか。ちょっと待って。海賊もいたしね、確か。撃退。で、マントルボーナスで30か。すげえ微妙。でも、まあ、全部90って考えると、まあ、精神もまあまあまあ、割と稼げたと思う。で、メンタルが来てて、メンタルだけどさ。筋力だよね。肩の得意練習やっぱちょっと誰か入れた方がいいな。これどうしよう。経験点だけ見ると完全にこっちなんだけどね。ちょっとやっぱりバランスだな。バランスを取る。切り込み隊長自動デートカラオケ盗塁
なんで。同江くんか。121。監督評価全然ないんだけど。黒江がいる。でこれが2回目。ラインドライブか。ラインドライブ取るとパワーヒカ消えるからね。盗塁1取ったよ。ここそうだよね。失う。それは嫌だ。コツだけか。3色入れておくか。こっちだと精神がいけんな。回収しておこう。でこれで独身術かな。でこれやれば77で揃うんだよね。怪我率 10% か。 10% だったらやるか。大丈夫で5分の2段階にもなったし、で一応ちょっとだけ見てもうオーバーだよね。でこれで体力回復させて、で練習、あそうだよな、ここ打撃だよな。闘争悪くないな。筋力、この筋力どうさばけばいいんだよ。4番、よく取っとこう。4番に圧発逆転もいいじゃん。独身術はまあ特に骸骨とかないから回収して、でそうすると結局拡張能力に走るんだよね。技術足りてないからあんまり格闘収穫力が上げられないんだけど、集客力。まあ いや、ちょっと闘争に行こう。け、赤が足んねえ。赤9。マジか。9はでかすぎでしょ。じゃあ諦めるか。シラスも9じゃねえかよ。波動とか。波動はもう、じゃあちょっとあれだな。精神稼ぎ用に。やらせてもらおう。目的地で波動ボーナスで263からのすげえ3人になってる。やっての彼女ボーナスからの海賊船ボーナス。いやでかっ。溢れそう。総力バースト大打。まあここの試合でね、監督の評価はだいぶ上げられるから全然いいんだけど、全然いいんだけど、何を取ればいいんだ俺は。なんかあったな今。インコースか、取っとこう。他特にないな。骸骨持ってるのがないな。じゃあ直で取っとくか。内野安打を阿部日も取る。守備移動、総力ブースト、サイン察知、洗礼も取っちゃおう。でかく乱か。打開も取ろう。まあ、2000くらいで置いとけばいいでしょう。深海軍団、ちょっと待て、危ねえ。デッドボールだけはやめてほしい。コントロール G、 スタミナ F とか。よく頑張ったな、7回まで。横田ヘトヘトじゃないか。俺がとどめを刺してやろう。お前は十分に戦った。もう一回回ってきた。カーブ、さすが独身術。シュート、これ狙い目だな。ど真ん中じゃん。いや、やっぱ独身術は必須だよ。監督評価20。ここ20上がるのめちゃくちゃでかいよね。でカンパリベンチ、何も来ない。何も来ない時はメンタルでもやっとく。赤6、
6。一応花丸に行ける。エジプトとか8も使うの。コンゴがでもなんもないからな。筋力カタカタかー。ってか今5月の2週間もう次で最後だな。明鏡行って黄色を稼ぐ。じゃあ筋力はもういらないからやっておいて、さらに必死に運び込んで自動デートして、これ体力回復する？するね。からのメタル750。これもう精神大丈夫だな。チャンス直取りしよう。じゃあ今度精神を使うやつをちょっと見て、切り込み隊長、まあ、技術もなすぎな。逆境高速チャージももらっておくか。ハゲタカも取っちゃおう。ラッキーボーイ、いや敏将がめちゃくちゃ余ってるわ。もう敏将はいらないわ。で7、ここが6か。まあ7回収して、ここ多少粘るのもありだな。進化する六本木、これなんだ、これカバーか。カバーで金徳がアイコンタクト取れれば後ろはまる。よし両方取れた。あ8あるな、稼げんな。やろう。ここはもうちょっと練習あるのみでいいかもしれないな。もしかしたらの4周で戻るんだっけ。さよなら男、ここが最後だな。ゲー微妙な感じになってきた。なんもない、筋力いらんわ。あ技術、水鳥か。これで16になるのか。いやここはもうとどまろう。指示を出してもらって、でこれが来てんね。852、 110% になったから、ここ揃えやすいな。ちょっと拡張しよう。角を角じゃねえ、シューテク5くらいにして、あとこれ10、あ11になしていいや。で守備連で、まあ、100は稼げるか。でさらに、あこれ来てんな、400とか。11% か。あんま怪我したくない。これ4増やすのはどうなんだろう。いやだったら120入るからな。怪我したくないし、もう6月の3週だし、カロリーバー使って安全に行こう。あれ今なんだった。必死にやってもしょうがないけど、必死に運び込む。デート何回目これ。電光石火で、さすがにちょっと余りすぎてるよな筋力が。広角だほどの。さよなら。もうないだろう筋力ドカって使うやつ。まあ接戦があるか。カンパも取って、あ牛若も持っちゃおう。チャンスボールがあるじゃん。対ストレート、対ストレート、対変化球は対になるものだよね。そうだよね。チャンスボールなんか誰かくれた気がするけどな、チャンスボールって。まあ、海岸であと使うか。これで技術はだいぶもらえるはずで、精神もまあまあまあ588からのフリートボーナスで294。競争シーン全経験ってちょびっとくれた。
よし、これで技術精神をだいぶ稼いで、あともうちょっとデート完走だよね。じゃあ何を使うっていうところなんだけど、意外に敏捷化足んなくなってきたな。でもドルモンは取ってるから大丈夫か。マックスになってねえし評価。試合もねだいぶ経験点もらえるからね。終わり。こっからもう60もらえるからね、でかい。で、コツ、肩、守るくんも、てか、一応彼女評価上げよう。頑張って。よし、ここでも評価上がったぞ。やった。あ、マックスになった。スカウトさん評価でも上げとく？あれ？デートはもう大丈夫だよね。さすがに。大丈夫。じゃあスカットさん評価見てみるか。俺の肩を見ろ。どうだ、上限突破している肩。これ結構すげえな、六本木。ああそうか、別にダブルタックルではないか。新海ちゃん、ホームシストかマジでいらんわ。まあまだいいや。いたー。で86でタック、まあ、技術一回精神入れないと体が持たん。でちょっと取れるもんはもう取っていっちゃうか。もう上から順番にガンガン取ってこう。はいはい、ローボールか。いつもローボール取ってるかね。たまにはハイボール取ろう。レーザービームはちょっといらない。帳尻連打、イン取ってるからささやき青函セブン。はいはい、コブはいらないでしょ。デイステイ、ツーダ、チャンス、カット連発、最終決勝。これでもう一応取り尽くした感はある。あとは集客力とか格とか上げていく感じか。あと海岸か。海岸は最後にやって今日3打席連続で金徳を揃えますか。よし、こっからもう100超えてくるからね全部で。メンタルやんないと死んじゃう。筋力と敏捷をぶっ込んで開眼するか。これ300でいいや。300入れて200入れよう。どうだったかな。古軍奮闘もういいや。もらえるもんもらっとこう。なんか変なの来ても困るからな。 OK。で、あとはもう一回様子を見るか。ああ最後だけ無理だった。129で最後の練習。筋力やってもなーって感じだけど、まあぶっ込むのを考えれば筋力やっちゃうか。じゃあ最後の試合の前に開眼しよう。ここも300ぶっこんじゃって、で敏捷もいらないから200。上り竜でいいや。上り竜ってどれだっけ。
上り調子か。で最後にも格とあれを集客力を揃えて終了だな。ランナー一塁という場面で三堀投げた。わあ、待って待って、危ねえ。あれ当たったらゲッツーコースだったな。投げました。ボール、アウトローへ。シュート回転なんて持ってんだ。投げました。ボール、544、なかなかの変化量じゃないか。投げました。打った。しかし無駄だ。入った、入った。やっぱ2時得2つくらいないときついかな。先ほどツーランホームランを放っている三堀、打ちました、痛烈、いった。それだけ揃ってるキャラがいないからね。6回の裏、フリーと攻撃に入ります。トップバッターは三堀、今日3打点を挙げています。てかもう俺の点がなければ勝てない。投げました。いや、スクリューだったか。フリーと追加点のチャンスを迎えた。160キロ、ツーアウトランナー1塁3塁という場面で三堀、今日3打点を挙げています。連続球種回る。さあ次の投球、ボール。若さとか肺炎だけど、走力エースとか。第3球を投げました。ボール。さあ4球目、これは OK。 やっぱ狙いはストレートだよね。どういうこと。あまりにも無情。強いゲノム高校。でエピローグで切磋琢磨もらって、大盤狂わせもらって、で経験点もらって、チャンスボールここでもらえるんだな。経験点は3万ちょいで、であと取れるだけ取ろう。そんなに重くないからね、ここら辺切磋琢磨も。あとは大盤狂わせも。でこれでもう取り尽くして、これもあげないし、サブポジはまあいらないから。あと拡張能力、これでちょっと集客力を上げつつ、ただ精神さばかないといけないから、もう一回やって集客、集客、精神、精神、集客。あー無理か。じゃああとその他能力、人気者だか。まあこういうのが余っちゃうのはね、もうしょうがないよね。クイック、めちゃくちゃクイックがうまい。そしてポーカーフェイスでもある。球速だけ上げよう、スタミナも上げて。サブポジ今2塁だからね、ショートつけてもよかったかもしんないけど、まあいいや。やっぱ PF、 もう PF は行くようになってきたからね。 EFG だから次 PE か。まあ今の自分のデッキだと PF4 の二塁、 PE を目指すっていう感じだけど、こんだけ取ってだからね。あとだって格闘集客力を上げて査定を伸ばすしかないから、もうちょっと煮詰まってきた感があるな、自分のデッキだと。まああとチケット引いてどういうのが出るのかっていう感じですね。でもまあPF、まあ、皆さんからすると大したことないかもしんないんだけど、まだ初めてね、2週間とかだからね、まだチャレ何号とかと入れ替えてる時期だから、セカンドまだ2人目だからねこれ。まあ、それを考えると、まあ、やっぱりだいぶインフレが来てるなという感じです。2次得1個入れてやってみました。まあ、基本的にはもう特殊能力とか全取りしてっていう感じですね。あとそうか、上限突破が106とかになると S2 とかになるんだっけっていう感じで、まあ、またちょっとチケット引いていいキャラクターが出たらやっていこうと思います。東くんに関しては、まあ、やっぱ独身術入れるってなるとかなりいいキャラかなと思って使ってみました。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。